大位戦は、日本プロマージャン連盟が主催するマージャンのタイトル戦、地方予選 B 級予選 A 級予選、A 級本戦 A 級決勝準決勝、決勝戦のスケジュールで行われる。準決勝は、A 級決勝の総合得点上位15名に、前年の大位を加えての半層5回戦を60分プラス1局として行い、上位8名が、得点持ち越しで勝つ時間無制限の1回戦を、 A、B 卓の順で言って、計6戦の総合得点上位4名が決勝進出。決勝戦は、半層後回戦を行って総合トップが、今年度の多いとなる。なお、準決勝以降の対局の模様は、2個制などで中継される。長谷川和彦九死当時の、近代麻雀編集長、岡田和弘によれば、当初は事実上竹書房、近代麻雀が主催しており、 株式会社柿沼はスポンサーであった。ただし近代麻雀紙面上での表記は主催が柿沼で運営が近代麻雀とされていた。ただし主催権などは全くの公約束、契約書などは交わされていなかった。第8期からあとしばらくは最高位戦八尾町疑惑事件に橋を発した麻雀界の分裂で、大遺も近代麻雀主催の大遺とか沼主催の 王位戦に分裂してしまった。1981年より、柿沼と竹書房は、王位戦の名称使用権をめぐって、法廷で争うこととなるが、岡田では裁判は継続中であり、結果は不明であるが、2013年現在の主催者で、ある、日本プロマージャン連盟のウェブサイトによれば、その後第15期までは株式会社柿沼が、主催していたとされる。ありがとうございます。